ニコニコサマーフェスでの自分の出番が刻一刻と近づいている音。始めます。いや、前回ね、風間さん、異次元人風間の話をですね、まあしたら、まあ宇宙人とかも見たいとかいうリクエストがたくさんありましたんで、風間に行くと思いきや、ちょっと、最近さ、怖い話してないじゃない。怖い話を一回聞いて、そして後でやりましょう。まだセーブデータ残ってますから、続きからと。じゃあ今日は誰を選ぶかな。これは、はじめまして。今ちょっとホームページ開いてるんですけど、バーチャルコンソールの学校であった怖い話。細田智春、高校2年、霊感少年の彼は実体験を交えた怖い話をしてくる。トイレにまつわる話をさせたら学校中で右に出る者はいないと言われている。後ろにつく者もいないと思うけど、霊感少年なんだね、やっぱりね。ついに7人目は現れませんでしたね。どうやら僕の話が最後のようですし、ちょっと気分を盛り上げるために場所を移動しましょうよ。はぁ、場所移動か、ちょっとやめましょうよ。あー、まあね、僕についてきてください。なるほど。確かにパーティーメンバーを、パーティーを組むとしたらこいつが先頭だろうな。肉壁によって全ての攻撃を弾き返すみたいな。旧校舎が取り壊されることを記念して持ち上がった企画ですよね。だから旧校舎で話をしようと思うんですよ。旧校舎のトイレだろ。お前トイレの話しかしないっていう話じゃないか。聞いたところ、せっかくですもんね。今は立ち入り禁止ですけれど、ちょっと忍び込めばわからないでしょう。それに僕が話すのはこの旧校舎にまつわる話ですから。さあ、旧校舎です。見ればわかるわ。皆さん、覚悟はいいですか？この中のある一つの教室に行きますから。え？トイレは？暗いですね。電気が通ってないから仕方ありませんね。足元に気をつけてください。結構床が腐ってますから。っていうか、ここに来るつもりだったんだったらさ、なんか、懐中電灯的なものを用意しとこうよ、君は。床を踏むと嫌な音がしますね。お前が踏むとバキッて言って、埋まるんじゃないか。怨念が泣いてるみたいですよ。怨霊がっつった今、怨念がっていいか。さあ、着きました。この教室です。皆さんどうぞ。中に入って適当に座ってください。それでは皆さん話を始めましょうか。寺子くんはこの旧校舎にまつわる、トイレの階段には有名なものが多いよね。紙をくれーと言いながら、紙をくれーと言いながら便器の中から出てくる青白い糸の話。汲み取り式のトイレの便器から覗くギロリと光る2つの赤い目の話。いろいろあるよね。でも最も有名なのはやっぱり花子さんじゃないかな。おお、花子さんの話来たね。盛り上がるね。ドアをノックすると誰もいないはずのトイレの中から花子さんの声が聞こえてくる。そしてドアを開けるとそこに花子さんの姿が。花子さんの話は名を変え姿を変え全国に散らっぱっている。性別も違うし名前も違う。ああ、確かにね、いろいろ性別が違うとか聞くな。どうして出るのか、正体や原因が分かっているものもあれば謎に包まれているものもある。ただみんな共通しているのはトイレに出るということさ。トイレに出る不思議な霊の存在をそうして花子さんと呼んでいるんだよ。そして当然のようにこの学校にも花子さんの噂はあるんだよ。で、これから僕たちでその花子さんを呼び出す実験をしようというのが僕の提案なんだけど、どうかな、寺子君。君やってみないかい？なんで僕にばっかり話しかけるの？やだ。あれ？君らしくないな。こんな企画を立てた人の言うこととは思えないよ。ムカつくわ。ぴったりだと思うけどな。本当は興味あるんだろ。人を見かけで判断しかな。反省反省。実はあるんだ。ムカつくわ。きっと君ならそう言ってくれると思って。それじゃあ実際に花子さんが出るというトイレに行く前にちょっと僕の話を聞いてくれよ。
うん、聞く聞く。これはもう何十年も前に起こった話なんだけれど、だからその話の真偽を確かめることはできない。本当に起こった話かもしれないし、もしかしたら作り話なのかもしれない。まあそれはもうすぐ僕たちがこの目で確かめられるわけだけどね。あのさ、この細田ってさ、公式的には声優を当てられてて石田明さんなんだよね。信じられないよね。その実験の発端はみたいな。ごめん、全然俺は似てないけども、なんかかなり美形キャラだよね、普通演じる人って。この教室で怒ったんだよ。うん、来たね。季節はちょうど今頃だった。蒸し暑い夏のある一日。その頃期末テストです赤点を取った生徒たちが学校に残されていてね、補習のプリントをやらされていたんだ。なんかこの話なかったか、俺が補習のプリントやらされててなんか一人残されたみたいな話なかったっけ。君はテストで赤点を取ったことがあるだろう。まあ数少ないけどあったわ。ほぼないけどね。よほど頭いいですけどね、僕はね。一度や二度の、あ、そうそうそう、それね。僕なんか常習、バカじゃん。バカでデブかよ。ごめん、ごめん。今のは失言だった、今のは失言だった。その時、残された生徒は6人いたんだ。まるで今回の僕たちと同じようにね。男性が4人、そして女性が2人。彼らは放課後のひっそりとした教室、旧校舎のクーラーもないこの教室で汗を拭きながら補習に取り組んでいた。あ、暑い。ちょっとごめん、クーラーつけるわ。旧校舎のクーラーもないこの教室で汗を拭きながら、あ、消すわ。消すわ。先生は時々様子を見に来るだけだった。でもね、ちょっと休養ができてしまい、後のことは他の先生に頼んで帰ってしまったんだよ。やっぱり臨場感出さないとね。それがいけなかったんだ。頼まれた先生は何の気なしに約束をしてしまったのに、その6人のことを忘れて帰ってしまったのさ。どういうわけかその時の見回りの用務員さんも気づかなかったようでね。後で聞いた話なんだけど、確かに見回りに行ってその時には誰もいなかったというんだよ。嘘をついているのか、それとも何かの力が働いて一瞬だけ彼らの姿を見えなくさせてしまったのか。とにかくこの6人は誰からも忘れ去られ、この教室に取り残されてしまったんだ。お前かい。ところで寺子くん、君今まで一度もトイレに行ってないけど大丈夫なの？何それ、ひょっとしてトイレに行きたいとか言うことない？あるわ。そう、そんなこんなこと聞いてて悪いけれど、トイレはもう少し我慢した方がいいよ。はあ、少なくとも僕の話が終わるまでは。そうしないと良くないことが起こる。だからもう少し我慢してよね。行くわ。やめなよ。僕は別に君に意地悪したいわけじゃないんだ。行かない方がいいんだよ。どうしても行くというのならもう止めないけどね。ごめんなさい、細田さん。やっぱりやめます。そうか、よかった。変なことを言ってごめんよ。君のためを思って言ってるんだからね。それで補習で残された6人だけど、いつまで経っても担当の先生が見に来ないからだんだんと不安になってきてね。でも大事な期末テストの補習だったから、これを落とすわけにはいかない。それぞれ6人ともそれなりの事情があってね。これを落とすとクラブ活動ができなくなるとか、親が呼び出されるとかね。だから帰るに帰れなかった。ふと時計を見るともう9時を回っていたんだよ。ああ、俺が残す取り残されてた話では8時だったからな。相当遅いね。どうして9時まで？確かに。いくら集中して補習に取り組んでいたとしても、もともと補習を受けるような連中だよ。そんなに集中力が続くんだろうか。9時を過ぎるまで気がつかないなんて異常だとは思わないかい？異常だと思う。だよね。その時点で誰かが帰ろうと言い出せばよかったんだ。でも誰も口に出さなかった。変だと思いながらも薄暗い蛍光灯を頼りに補習を続けてたんだよ。それにしても補習のプリントごときでそんなに時間かかるもんなんだろうか。そもそも赤点を取るような連中のための補習だよ。僕も何度も受けているからわかるんだけど、成績の悪い僕だってそんなほど難しいとは思わない。そんなレベルだよ。それとも昔は難しかったのかな。
時計が10時を回った頃だった。さすがに一人がしびれを切らしてね。なあ、俺たち忘れられてんじゃないか。誰もが一番聞かれたくない質問だった。主体性がないな。そして残りの5人は顔を見合わせたのさ。てか待って、 6人って、いや、なんでもないわ。6人ってあれだよね、語り手の人数とかじゃないよね。そんなことないよ、先生が僕たちを放っておくなんて考えられないもん。一人がついそんな風に答えたんだ。そういう自分にも自信はなかったけれど、自分たちが見捨てられているとは思いたくなかったからそう答えてしまったのさ。僕その気持ちわかるな。だったらどうしてこんな時間まで来ないんだよ。もう10時を回ってんだぜ。そして教室の壁にかかっている時計を指さした。そんなことよりみんなは補習終わったの？終わったらこっちから先生を呼びに行けばいいじゃない。一人の女の子が不安を打ち消すように強い口調で言ったんだ。女の子は一人、それもそうだな。そしてみんなはまた補習を続けたんだ。それでも補習は終わらない。まるで同じところを何度も何度もやらされているような錯覚に陥ってしまう問題ばかりだった。おかしいね、それはね。え？ 10時20分。帰れよ。え？え？止まった。え？やばい。もう一人の女の子。え、やっぱり、重なってるんじゃないこれ。鳥肌立ってきて。10時20分。あの時計は今何時を指してると思う？思うって何？俺そんな目悪くねえから。あの時からずっとあの時計の針は10時20分を指しているんだ。お前の仕込みだろ。仕込みっていうか10時20分、あ、この教室に入った時、あ、10時20分だよし、10時20分ってことにしようみたいな、そんな感じじゃない？なんで調べなきゃいけないの？まあでも取材に来たから調べるか。近づいてごらん、見えただろ。何の変哲もない普通の時計だよね。かなり埃をかぶってるけれど、中を開けてみよう。中、え、この時計は不思議なんだよ。例えば針を動かしておくだろう。するといつの間にか10時20分に戻ってしまっているんだよ。なぜか知らないけれど、誰かが動かしているのか、この時計は必ず10時20分を指したまま動かなくなるんだよ。なんだろう。うん。残された6人も時計を調べてみることにした。やはりこの時計は壊れていると思ってね。そして一人が壁から時計を外した時、いや全然怖くないわ。うわ、残りの5人が一斉に叫び声を上げたのさ。見ると時計を外した壁の後に人の顔のようなシミがついてるじゃないか。ってかどころだよ、どころじゃん、どう見ても。うん。でもよく見るとただのシミだった。脅かさないでくれよ。なんでビビってんの俺。壁から時計を外した一人は急いで時計を元に戻したんだ。時計を調べるよりもその不気味なシミを隠しておきたかったから。その時突然一人が席を立ち上がったんだ。あの、僕トイレに行ってくる。彼はよほど我慢していたんだろうね。腰のあたりをもじもじさせていた。細田じゃん。当然誰も止めなかったし、なんでトイレに行くのをわざわざ断るのか不思議だった。でも彼は生きづらそうにみんなの顔を見回したんだ。そう、一人で行くのが怖かったんだよ。すでに誰もいない静まり返った夜更けの旧校舎。ここにいるのは彼ら6人だけだ。そんな旧校舎はたった一人でトイレまで行くのは誰だって怖いと思うよ。でも誰も彼について行ってはくれなかった。仕方なく彼は一人で行くことにしたんだ。長く暗い廊下を今にも抜けそうな床を通ってね、渡ってね。5人は少しでも早く補習を終わらせようとプリントと格闘した。けれど時計の裏にあるシミが気になってなかなか集中できない。なあ、もういいんじゃないか。誰もプリント終わってなくたって先生も怒りはしないよ。先生を呼びに行こうぜ。ついにたまらなくなり一人が切り出した。もうそれに反対する者はいなかった。そうしよう、あいつがトイレから戻ってきたら戻ってこねえな、これな。戻ってくるわけねえな。あ、戻ってこねえからな。
時計は止まってるからあれからどれくらいの時間が流れたかわからない。恐怖が精神を支配し無音の時が流れる時、その時間はとても長く感じられるものなんだよ。中二病だから本当はまだ 1,2 分しか経っていなかったのかもしれない。気まずい沈黙の時間が流れた。俺呼びに行ってくる。そう言って一人が教室を飛び出したんだ。おい、彼の背中に声をかけたけれども、もう彼は教室を出た後だった。そしてギシギシと床を廊下を踏む音が遠ざかっていったんだ。残った4人は顔を見合わせた。みんな恐怖を感じていた。まるで別世界に迷い込んでしまったような言い知れぬ恐怖に。旧校舎を出て校門を抜ければそこはいつもの風景があるはずだろう。それなのになぜかここから抜け出せない不思議な感覚を感じていたんだ。花子さんどこ行った？そしてそれはお互いの目を見れば分かった。みんなは誰もが同じことを考えているのが分かったのさ。ちゃあ。俺さ、なんかさ、どうでもいいところで怖がる癖できちゃってるかもしれない。その時だった。沈黙を破る悲痛な叫び声が聞こえてきた。みんな口の中に溜まった唾を一気に飲み込んだ。どうしたんだろう。そしてその声の下方に耳を傾けた。もう帰ろうよ、補習なんかどうだっていいよ。その時女の子が突然泣き出してしまったんだ。まあ福沢と岩下さんだったらまあどっちかっていうのはまあ言うまでもないよな。片方だって絶対そんな感じじゃないもん。むしろ呪い殺してやるみたいな。驚くほどワンワン泣いたよ。それこそなりふり構わずね。そうだね、帰ろう。私も帰った方がいいと思うよ。こんな時間まで私たちを放っておく先生の方に問題があるもの。もう一人の女の子が泣きじゃくる子の背中をさすりながら提案したんだ。そうだな、僕もそう思うよ。帰った方がいい。彼女の言葉に一人が相槌を打った。けれど素直にうなずけない人もいたんだ。でも彼らのことを放っておけないだろう。少なくとも悲鳴が聞こえたんだよ。助けに行かないのか。まあ言うとしたら進藤さんだな。確かに友達を見捨てるのは気が引けるのよね。戻ってこない二人はクラスメートなんだから。でも行ったやつは誰だ。わかんないな。あ、クラスメートってことは同学年だってことなんだよな。じゃあこいつらとは全く関係ないのかな。なんで2を選んだし。え、怖いんだけど。何これ、細田が花子さんでしたみたいな結末じゃないよね。え、そうだよね。友達ってそういうもんだよな。当然見捨てられるわけないさ。彼らだってそうだよ。けれど一人だけ渋る奴がいたのさ。お前はそう言うけどな、あれは悪い冗談かもしれないぜ。きっと途中のどこかで待っていて、助けに行った俺たちを陰から脅かすつもりなのさ。だからやめろって。あんな奴ら逆に痛い目に遭わせた方がいいんだ。それはないと思うけどな。それでも最初に彼を助けに行こうと言った一人は自分の意思を曲げなかったのさ。君たちが来なくても僕は行くよ。冗談ならそれで安心できるじゃないか。でも冗談じゃなかったら、もし本当に何かあったらどうするつもりなんだよ。かっこいいなお前ら。そんなかっこいい会話できんぞ普通。僕は行く。俺は行かないからな。ああ勝手にするよ。僕は行くからね。本当はこういう時こそ団結するべきなんだ。けれど彼らは些細なことで喧嘩をしてしまった。そして勇敢な友達思いの一人だけがトイレに行くことになったんだ。女の子はなんだかんだ言ってもやっぱり怖がってしまってね。残りの3人は職員室に先生を呼びに行くことにしたんです。一人ずつ減っていくな。ねえ寺子くん、君はどっちの話の続きを聞きたいかな。そうだな、こっちかな。今のところ減っていってるっていうことは、まあこれからもなんか減っていって、こっちの方がメインストリームなんじゃないの。それじゃあ話すよ。どっちも知っとるんかい
それはそれでおかしいだろお前。友達の君の頼みだもんね。うわこいつ、こいつ本気で友達だと思ってる。バカだ。俺が本気で友達になるって言ったと思ってる。そんなに遠い道のりじゃない。みんなの顔にはまだ余裕があったよ。だけど角を曲がっても職員室はなかった。彼らの前には今歩いてきたはずの廊下が長く続いていたんだ。あのさ、俺がさ、岩下さんの話でなんか廊下をひたすらみたいな話に似てるんだけど、彼らは一歩も進んじゃいなかったんだ。でもそんなはずあるかい。彼らは念のためもう一度歩き出したんだ。廊下の端まで歩いて角を曲がる。やっぱり目の前には長い廊下が続いている。そして背後には教室のドア。これではっきりした。彼らは閉じ込められたんだ。誰にかはわからない。どうやってかもわからない。ただ空間がねじ曲がっていてメビウスの輪のようになっているんだ。メビウスの輪から抜け出せ。まあいいや。ほらリボンをひとひねりした真っ赤輪っかで指でたどると裏も表もわからなくなるっていうあれさ。うん、わかる。もう嫌ー。さっき泣き出した女の子が叫んだ。これさ、細田がやったわけだよね。もう嫌ー。さっき泣き出した女の子が叫んだ。怖くねえよ。でも今度はもう一人の女の子も慰めてやらない。それどころじゃないんだろうね。ガタガタ震えているのさ。たった一人残った男としては責任重大だったんだろうな。寺子くんだったらどうする。調べるも何もな。前に進めないところのどこを調べるんだろう。ちょっと興味があるからに。空間が歪んでいる場所を見つければそこから脱出できるか。何言ってんの。あ、なるほど。風間が頑張って空間をねじ曲げてくれれば解決か。あー、そういう話か。壁や床を探って歩いたんだ。あ、見て、女の子が廊下の一角を指さした。正面の壁にヒビが入っていたんだ。入ってねえよ。ただの壁の割れ目なんかじゃない。ヒビの向こうから薄いもやのようなものが入り込んできているんだ。てか、旧校舎の壁ってさ、木じゃないの？さっきの。これコンクリじゃん。コンクリじゃないのか。向こうを見通すと、緑の平面、ネットスフィア。え？彼らはヒビの周りを引っかいてみたよ。ボロボロと欠片が落ちた。壁はあっけないくらい簡単に崩れてしまったんだ。そして目の前に広がるのはやっぱり大平原だった。助かったわ。そう叫ぶと女の子たちは草の上に駆け出していったよ。あはははは。それから彼を振り向いた。早くいらっしゃいよ。でも彼は踏み出す。何かおかしいと気づいていたのさ。そりゃそうだ。見渡す限りの草原は日本だとも思えなかったしな。彼が戸惑っていると壁が増殖を始めた。崩れたところが自動的に盛り上がってきたんだ。にゃー、やめろー。引っかいてみてもさっきまであんなに脆かった壁が今はまるで鉄板みたいに硬いんだ。早くこっちへ来て。女の子たちが騒ぎ出した。でもその間も穴は塞がっていく。そしてとうとう元のひびに。うわ、一人ぼっちになっちゃったじゃん。一気に二人減っちゃった。にゃ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 。あ、これが原因。あ、なんでもない。これが原因でなんか、異次元空間を操作することに目覚めたんだな、風間は、みたいな話だかなと思ったけど、異次元人だもんな。もともと異次元に住んでんだもんな。せっかく逃げ出したのに、ひびの向こう側も歪んだ空間だったのかもしれないね。それから彼はどうしたかって？行方不明のままだよ。ついでに他のみんなもね、もしかしたらまだこの中にいるのかも。なんてね。え？またあの笑顔が見れると思ったけど、そうでもないな。そんな話をわざわざここでするなんて悪趣味ですよ。マジギレ。そして立ち上がった。僕は部室へ戻りますから。本気だった。やだお。ドアを開けて廊下に出る。後ろで細田が何か言ってるようだが構うものか。廊下の端まで歩いて角を曲がる。目の前には長い廊下が続いていた。振り返ると同じような長い廊下が続いている。どういうことだ。細田さんの話が本当になったのか。だけど話では後ろには教室のドアがあったはずだ。それなのに僕は慌てて元来た方へ駆け出した。
走っても走っても教室のドアは現れない。こんなバカな。さっき見た時はほんの数十メートルくらいの廊下だったのに、僕も歪んだ空間に入り込んでしまったんだろうか。助けて風間。そんなこと認めたくなかった。僕は走り続けた。いつかはドアを見つけられるかもしれない。だから走る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 。まあいいや。突き抜くのいつの間にか走る僕の横を伴走す影があった。振り向く。半ば白骨化した男が歯をむき出して走っていた。その目が僕を見る。それが誰だか僕は知っていた。さっきの話の彼だ。長い年月を死んで骨になってまで走り続けていたの。彼の目はなんとなく嬉しそうだった。僕という仲間ができたのだから当然だ。友達だ。僕と彼は永久に続く廊下をひたすら走り続けるのだろう。歪んだ世界の中。おい。またやるの。また細田書かなきゃいけないの。26分もやったからもう一本はできないな。